Cucula! Ai, Pinucci!悪意抱きて走り来たる者あり、そは何者ぞ。形あれど形持たざる者。そは魂ありて魂なき者。すなわち不条理の権化なりとや。果てたる怨霊なり。
に刻まれし苦痛の栄光なるを知れ。人でありしがゆえに、人はかくも残虐なりしか。非情こそは命の習い。照らすねの浮きの葉先にしがらむはてててて宿うます。かたつむれ落ちしなかばさり椿花のもと夕霧に花花にる女口も好き。踊り来るさっさ空に上をさっさ脈々と深い夜全てで、どこへ行こうとしてるんだよ。統治する者どもの、そのぬくぬくたる牙城へ。行って、どうする。天中！俺は、そやつらに飼われてるんだ。だからお前をそこに行かせるわけにはいかねえ。
伊蔵、お前だな。ずっと待っていたよ。伊蔵、どうしてあたいを捨てたのさ。あれほどまでにみだらにまぐあいあったお前とあたいじゃなかったのかい。かつて我がマラがうぬのほとをこすりしだけのこと、ややまで宿して水子にしたあたいの恨み切なさ、お前はどうやって償うのさ。お前のことは入れ心地が良かった。されど耐え難く匂った。臭いんだ。犬猫にすら毛嫌いがある。ましてや人なれば。人でなし。呪い続けてやる。たとえ地獄の豪華に身を焼かれようとも、お前の恨みはお前の魂の証。地獄の底まで抱えて行け。伊蔵さん、成仏あたわず、いまだに修羅道を走りおるか。もうやめにしませんか。未練がましくあがき苦しむのは。うぬらこそ馬触れらば馬を斬る、人触れらば人を斬る。鬼に出会えば、すなわち鬼を斬る。Yeah!
てやる。己腐れ果てし下道の怨霊よの詐欺師の手先よ。詐欺師の面してる。己見るも汚らわしき亡者めが。成敗いたす。親族大名、遺族へ通るぞ。血肉を滅ぼし、さらに魂魄の破滅までもするよ。神仏の前にぬかづけ、最後不可気者。されば汝の悪逆の魂とて、いかばかりかの哀れみの恩恵によくすること、なきにしもあらず。ペテン師どもめ、うぬらが何をつかさどり、何を紡ぎ出す。下がりおろ。そんなる者よ、遺構の前にひれ伏せ。ならば神仏なる者をここに呼び寄せよ。そのようなものの確かにおるならば、さらけ出して身に見せよ。たわけ者めが。神仏がなどうぬごとき下道の前に発言されようか。ありもせぬものをあるとうそぶくペテン師どもめが、神仏もしあらずんば、うぬらこそは希代の詐欺師どもと知れ。知れ者め、食い敵は一線の心根よ。そう乱す不らち者よ。うぬこそ何者。我こそは神仏の代弁者にて
商人の中の商人なり。我が骨肉を受け継ぎし者よ。桃の花が咲いたよな、気持ちの良い春の陽気だ。ふらふらと足の向くまま歩いて、よくもたどり来たれり。祖はミトコンドリアに託せし、我が思いへの返答なりや。アンズの花が風に散る、春の木が野山にある。何時らを生み出せし、原初の母なり。生きられないが、ここは桃源。ようされようされでやってきた道。すぐりに乱れた白い道だ。色よくたぎらせ、思いの糸呼び歩いて行けば、手招きする父母が、子供の私が
遊んでいる。ここは峠、よされよされでやってきた道。大僧正が果てましてございます。亡者どもめが、まさか覚醒したりはいたしませんでしょうな。最初私ども財界としてはそれこそが頭痛の種でございまして。どうかご安心のほどを。下船なる者どもは我らの手になる法律と慣例によっていまだ巧妙緻密に虚勢され、柵の中の羊のごとくに従順に飼いならされておりますれば。そのための理論は我々学級の都の博識によって水も漏らさぬ精密さを持ちて構築されておりますゆえ。それでもなお万が一にも暴動などの起きる事態の到来せし暁には我が機下の盛況なる兵どもに命じて一気加勢に鎮圧いたすということであります。一糸乱れぬ我ら支配階級のこの結束の緊密さこそが過去現在未来へと華麗なる歴史という織物を織りなすという次第でございますな。されば大僧正には次なる構想が就任いたせば済むことだ。支配と抑圧と欺瞞のしがらみは人の本性なる栄光の営み。未曾有が来る。体内に怒り満たして、伊蔵とはその何者。取るに足らぬひとしずくの怨念。私ども貴族にあだなす存在。すなわちシステム中に時として出現して伊蔵を乱す原因不明の矛盾に過ぎませぬ。伊蔵の所在は。伊蔵は湧き譲る。あまねく伊蔵に。伊蔵こそはジュリアクタ。伊蔵こそは忌まわしき無意味。あんた何探してんだか知らないけど、無駄だよ無駄。いい加減くたびれもんけだろ。
妥協することを覚えた方が良さそうですな、あなた。不条理、それが何だってんです。つまりは胸の中の情念、それが全ての元凶になっているんですね、あなたの場合。マジで？マジで。申し遅れました。私ども老後の豊かな生活のために別荘を持とうという、こういうもんですね。伊豆をどこへ行きよる？どこへ行きようぜ、行ったらいかん。この母を見捨てて行けるもんかよ。お前に命をやったこの母を見捨てて行けるもんかよ。母を殺めるは、すなわち己を殺めることになるでよ。伊蔵、悔い改めや。罪、
神に反逆せし罪。存在自体が罪。ありもせぬものをあるがごとくにほざくぬらなさいぞい。ここはどこだ？誰だ？おい！いいぞ！アンペータ様がお呼びぜよ！歴史とは地で作られる。人間の歴史とはすなわち流血の悪なき連鎖に他ならん。よって新しき時代とは殺戮の血潮の中からのみ到来するがやとしっちょけ。言うてみやいぞ。革命とは何ぜよ。人を斬ること。なればきれいぞ。斬って斬って斬りまくっちゃれ。己こそは生まれつきの殺人者。人の形しゅう外道やけ。はい。伊蔵は外道であります。まだ滅びぬかな。磯を乱すゴミめが。ま、ほどなく。
何故にそのようにしただけじゃ。その矛盾め。不完全なる矛盾ほどしたたかに存在するゆえに。すべての位相は不完全ゆえに発生するもの。完全なる位相は完全を保つためにうちに生じたる不完全なものを吐き出し見合うべき不条理なる位相を生み落とす。完全から滴り落ちる不完全こそ存在の本質。そもそも存在とは不条理なるもの、すなわち本質的矛盾。どれほどの時を経て不完全は完全へと回帰するや。永劫なる進化を費やしたる果てに。さればついに人は神へと成り上がるかや。切りまくっちゃれ。について述べてください。はい。民主主義とは
人間の文明の副産物である一種の催眠であり錯覚です。人類文明というものが果たして正しい進化の方向、それでは佐藤さん、国家とは何でしょうか。はい、国家とは人の頭の中にだけ存在する悪質な妄想です。本能的に群れを作る癖のある人類の集団を統治管理するための欺瞞的仮想概念であり、特に為政者側を必要とし絶対化しようとする虚構の基本原理中の基本原理に他の、よくできました。今日の授業はこれでおしまいです。起立。で、地獄。とある晴れた日に、つがいのカラスの一羽が死んだ。今日の良き日に、神々は泣き濡れて。あやつめ、アンペーター殿のゆかりの者か。怨念とは、そこら中にわだかまりおるもの。怨念とは命の根源でもあり破滅の母でもある。破滅とは慣れ合えば済むもの、生命とはいわば得体の知れぬもの。すなわち我々も得体の知れぬもの。なれば我らは幻。死んだ万象すべてこれ幻。
じさん、なんで泣いているの？あまりにも多くの魂を殺めすぎたからだよ。魂を殺しすぎてなんで泣くの？自分は殺されてもいないし死んでもいないのに。命あるものの肉や骨を切れば、切ったものの心の奥からも血が流れ出るんだよ。それって苦しいことなの？そうだよ。切られて殺された命たちと同じくらい苦しくて辛いことなんだよ。このおじさん、どこへ、何しに行くの？意味のない場所へ意味を探しに行くんだよ。このおじさん、かわいそう。魂たちはみんなかわいそうなんだよ。あの人、どうしてあんなに悲しげなの？孤独だからよ。どうしてあんなに苦しそうな顔をしているの？私たちみたいにただ楽しんで咲いていればいいのにね。笑っちゃうわ。問いかけさえすれば答えにたどり着くなんて幻想に惑わされているなんて。ほんと、どうかしてるわ。笑ってあげましょう、みんなで。目を震わせてしまえば、もうそれでおしまい。後には引き返せない。後には引き返せない。ない空、ナイフのような月が出る、あやかしの月である、あやかしの月である。
ピーニアなら殺気がせず崩壊するウジ虫であり。見せて神髄を。ぐちゃぐちゃにすんぞこの野郎。ためにお前なのだ。バカかてめ、バカボンの親父。
あなたも立派に戦ってくださいね。お前も体をいとよ。お前様、え、顔、さや、戻ったぞ。しかし若しはつらいが、春が来たって何になる。
最後に見せた鹿だけは何とも言わず眺めてた。角に酔うほど惹かれてか、角に酔うほど惹かれてか。この世の光のただ中に立て眺めていたけな。この世の光のただ中に また今春と人は言う。しかし私は辛いのだ。春が来たって何になる。あの子が帰ってくるじゃない。なんで俺につきまとうんだ。私はお前の魂の片割れ。お前と出会うべき定めの片割れだと。俺の魂を出会うべき定めの。それでついに
お前に出会えなかったお前の魂の片割れ、その歯がゆさ、その無念さ、男の魂と女子の魂は二つで一つのつがいとなる。つがいとなりて孤独と絶望と煩悩をやり過ごす。知らぬはお前なんぞ。俺はいつもただの一人。我らはついに出会えなかった。出会うべき二つの魂なのに、運命に約束されしつがいだったのに。何故に。知らぬわ。でももういい。私たちは今ここで。勝手にほざいていろ。入れ。ただいま物見の者よりの忠臣これありまして。うん。あの者めメタモルフォーゼを起こしつつあるとのことにて。変身しおると。伊蔵めが御意。まさしく悪鬼羅刹のごとき形相と姿へとか。閣下、そは一体何事でありましょうや。怨念とはすなわち鬼の心。奇想こそが恰にふさわしきなり。かく申す。我らとて
伊蔵さん、どうしても行かれるのですか。私たちを殺してまで。なんという人品に、なんという非道。あなたは鬼です、悪魔です。その通り。俺は人にあらず。何が望みなんですか。あなたの望みとは何なのですか。それほどまでに行かねばならない理由とは一体何なのですか。理由謎ない。そんなバカな。伊蔵を通しなさい。道を開けなさい。訳を言ってください。何なんですかこの有様は。理由を述べてください。私たちが殺される理由。伊蔵さんが私たちを抹殺するその訳を。訳もなくここをさまようなんて。理不尽にも程がありますよ。あなた、己の無知を知らぬがゆえに死する愚かなる者どもよ。助かりたくば道を開けよ。磯路まで取り出ば、まさかアルメッシュ羽織へ来て。星休む鬼とてこんな
し酒を含め。ぼうじり振り回す。くるくる53年縮まったよ。おぞましき因果の応報、もう人の姿でいられるわけがない。おい化け物、てめえ何しに来た。こっちさらけど、足元の明るいうちにとっとと失せやがれ。ぶっ殺すぞ。ここどこだと思ってやがんだ、このクスガキ。ひたすらに終わりのない苦しみを苦しみ続けるしかない。お前、それこそが無限地獄。
損ないの。化け物め。命じられた仕事は命を賭しても果たせ、そのために多額の報酬を払ってあるのだ。枕並べて討ち死になんでさ、足の兵隊どま、もう手やねんですよ、これ以上。待て、どこへ行く。老けるんでさ、ろくなことにならねんで、こんな妙な場面に張り付いてる。屈辱の極みなるぞ。いやしくもボスたるものに取りて。全然わしらヤクザなんで。You should go back. I mean it. Go back or your soul will be broken into pieces and ruined. You go away. You'll be dead. Dead? You say I'm dead?
他律に背く亡者め。
Well, I like the movie. It is very, very old. The reason why I have this movie on my channel is because I'm showcasing この世の事態が勃発しようとは。もはや事態は我々の対処しうる範囲を逸脱いたしております。現実に将軍が戦死したんですぞ。これまさしく非常事態と言うべきであり、危機管理能力の問われるところ。あのようなゲスな存在が 覚悟画像に迫り来ようとは。いかなる論理でも説明しようがございません。怒りたることは怒りたること、否定のしようもあるまいて。されば殿の太刀。何か秘策の用意はあるのでございましょうな。最初閣下、殿下がお会いします。 But people don't understand this movie. They see this the wrong way. I have it in Japanese speech and subtitles with English. And that makes sense for this movie. お前何閉じくるってんだ。ここに何か欲しいものがあんのか。欲しいものは何でもやる。金か、それとも権力か、いや名誉か。ここに宣言する。お前のこれまでの罪状を全て不問とし、我々貴族の一員として迎えることを。学会の長として、あなたに 権威ある名誉博士号を贈呈する、すなわち万物に干渉する博士の称号。ピンチュ。 ああ。
約束された花なのか。それは裏切りの重量なのか。いつも完全にある。ここでもそこでもどこでも同じ。何クソと言ったところで空も指も当てにはならない。なんちゅう浅ましい姿ぜよ。天柱。卑しい魂は未来永劫あくまでも卑しいままぜよ。いぞわしのしもべに戻れや。妖怪変化かよ。しょうがないの。この半平太が成敗しやるき。下船のやからめ。行く先は英語の闇、無限気候だ。地獄の他に行く先はないがやと知っちゃげ。
死ぬに死ねぬか、宿業にも大事者よ。
一番になって吐き捨てた故郷の代わりに真新しい空を一枚手にする。地べたにその声を打ち据えているのは光なす珍獣の地の音の桜。そこからポロポロとこぼれてゆく私だけのもの。
Iso. This is a very, very old movie. Movie. Every old movie. And I love the fact I was able to pick up a copy of this movie. I'm bewildered to understand that how many people might not know about this movie. This movie teaches something. It shows something. It throws you into this situation of Iso. I don't know what else to do. Let's go to Let's do this. This is my original copy. I did not have this special things. As far as I remember. Maybe I did. But it was paperback. It was a long ass time ago. Yep. We're going to it right now. Hopefully we just pull in a... Yep, you guys see that? We're not doing anything wrong. I'm not doing anything.
by, so... Jeff X is giving you guys 15 seconds.